赤ずきんは、ェーザーリキュイが1911年に作曲した二幕三馬から、なる、子供のための童話オペラ。シャルルペローの同名の童話をもとにマリーナ・スタニスラボナ、パルが台本を作成した。相夫は1912年に出版され、ロシア皇太子、アレクセイ・ニコラエビチに検定されている。なお初演の日時は、明らかとなっていないが、1921年には白。 ロシアソビエト社会主義共和国の褒めりで上演されている。ペローの童話に基づいているとされるが、原作と異なり、ハッピーエンドで終わる。合唱によって物語が説明される。舞台は、とある森の近く。赤ずきんは病気の祖母のもとへケーキをお届けに出かける。出かける際、母親は森の中で遊んだり、見知らぬ人と話したりしないよう今しめる。不気味な森。 木こりたちが木を切る音が聞こえている。茂みの中から赤ずきんが現れ、花を摘もうと立ち止まる。その姿が狼の目に留まり、狼は赤ずきんの行く手を塞ぐ。そして祖母の家までの近道を思いつき、どちらが最初に祖母の家までたどり着くか勝負を持ちかける。赤ずきんは了承し、それぞれ別の方向へと駆けていく。祖母の家と林。 合唱が再び現れ、狼が三日間何も食べていないこと、そして最初に祖母の家に着いたことを説明する。赤いズキンをかぶった狼は、なんとか家へと押し入り、祖母を飲み込んでしまう。狼はベッドの中に潜り込み、赤ズキンが現れる。疑問に思った赤ズキンが何回か尋ね、祖母の見た目の変わりように驚いていることを伝える。狼は正体を表し、 赤ずきんも飲み込む。そこへ漁師とキコリたちが現れ、家の中へと入ってくる。彼らは狼の後を追ってきたのだ。狼が眠っているのを見て、彼らは腹の中から赤ずきんと祖母を救い出す。そして狼の腹を再び縫い合わせ、狼を食い改めさせる。そして狼は善良になることを約束し、 約束を守り続ける限り森の中で生きていくことを許され幕は閉じる。ありがとうございます。